香港総督期香港総督はイギリス政府により任命されて植民地時代の香港を統治した管理、香港成長の主張。日本の占領時には日本政府任命による総督がいた。香港総督の礼服香港総督の役割は栄光成公及び皇室訓練によって定義された。イギリス国王の名しとして大きな権限を持ち、香港における軍司令官を兼ねた。 行政諮問機関である行政局及び立法機関である立法局の議員は1991年に最初の立法局直接選挙が行われるまで全て総督により指名された。1997年の香港返還後は行政権の大部分は香港特別行政区行政長官にまた軍事権は中国人民解放軍中香港部隊司令員に引き継がれている。 歴代の香港総督の多くは、イギリス植民地省の官僚が務めたが、1971年に就任したマクレホース教以降は、外交官出身者が多くなり、最後の香港総督であるパッテンは保守党幹事長も務めた政治家である。香港の道路など公共施設には、イギリスから中華人民共和国に主権が返還、異常された現在も、 歴代総督の名前が多く用いられている。香港で悲観事件の人名は一般に音の似ている字を当てはめて鬼役する。歴代の香港総督の多くには、それとは別に中国人風の関東語名が付けられた。例えば、第28代総督クリストファー・パッテンは香港総督として着任するまでは、柏は富士と表記されていたが、着任後は、 法定だやすと表記されるようになった。多くの場合、総徳の名字と名前の原音から近いイメージの音になり、なおかつ字儀に悪いニュアンスが含まれないなど人名として、ふさわしい字を注意深く選んで、にないし3文字程度の一見中国人風の名前が名付けられた。中英間の関係を少しでも融和させようという意図のもとに行われていた。ありがとうございます。